皆さんこんにちはミワエリカです英国の演技術アクティングとても大事な表現力のレッスンですステータスステータスとは一体何なんでしょう演技は対話です相手との対話が基本ですが自分との対話もありますいずれにせよ対話をどう行うかが演技 演技のために最も大切でしかも役に立つ概念ステータスを学んでみましょうまずは概念を説明しますステータスこのステータスはラテン語の stat という言葉が元になっていますラテン語の stat 立つという意味つまりステータスは立場ですね日本語で言っても立場です私はこれこれこういう立場の人間です立場上云々かんぬんですみたいな 立場という言葉いろんなふうに使いますそんなことをされた私の立場はみたいなふうに使うときもありますね立場と一言で言ってもいろいろな意味がありますステータスも同じですそれをステータスで、えー、こういういこの人には今こういうステータスがありますとかこの人はこんなステータスですというふうに使っていきますステータスには高い低いという肯定がありますステータスの肯定 普通に考えるとあるいは簡単に考えると偉い人と言うことを聞く人がいるという図式偉い人はステータスが高い言うことを聞く人はステータスが低いというふうに言えます。ね、高いステータスと低いスススステテーータタと低があるステータスの人がずっとそこに居続けるとは限らないんです。 ステータスには種類があります。公の社会的なステータスと、私的なプライベートの個人的なステータスです。公のステータスが高い、つまり会社の社長などは公にはステータスがとても低いですが、プライベートはどうでしょう。お孫さんの言うことは何でも聞く。あよしよし、かわいい。わかった分かった。買ってあげるからね。みたいな。 公的には高いステータスの人がプライベートのある人に向かってはとても低いステータスになります公的に高い人が会社の社長がお前それだけはやめてくれよ奥さんに対して頭が上がらないみたいなあとおもありがとうございますみたいなプライベートでは低いステータスになるなどあります普段低いステータスの人がプライベートで低いステータスの人が公で高くなるプライベートで高いステータスの人が 公では低くなるっていうこともありますつまりステータスは公のステータスと私的なステータスはが全く無関係に動くんですね無関係に動きます例えばお孫さんにおもちゃを買ってあげようとしている会社の社長は自分が会社の社長であるからうんぬんということはその瞬間には考えていませんでしょう、ね、そういうものではないんです 全く無関係に存在します公のステータスと個人的なステータスさらにステータスは一つのステータスの中でも動きますスステータスを行き来するということもありますし公と私的なステータスを行き来することもあるし一つのものの中で動く時もあるのです。 会社の社長という公のステータスの立場のまま低くなってしまうことがありますその立場のまま低くなる例えば会社の社長なんだけれども堂々とふんって開けてきたらズボンの前が開いたままだったとか <laughs> そうすると一気に彼は低くなりますよね気がつかなければ高いまんまなんですがみんなに笑われてで気がついた瞬間低くなります あるいは低いステータスの人が、はあ「怖いな」とかって思ってるんだけど「あらま大変」って言って、えー、誰かに椅子を譲るなど、ね、誰かを助けるとか「賞金当たっちゃった」とかな時はステータスが高くなりますスステータスは低い人も高くなることができるし低い人が何気なく何なかやった時に周りの人が「お前すごいな」って言った時にその人は「はらあらま!」 という高いステータスを味わうことがありますね。このようにステータスは動きます人間のステータスだけではありません場所にもステータスがあります小学校の入学式校門のステータスはものすごく高かった覚えていますかここ入るんだぞと思ってお母さんかお父さんに手を連れられてこの中にピカピカのランドセルを背負って入ってきたときにイエーイと思いました すごく門のスステータスが高い何もかもステータスが高いが1週間もするとその場所のステータスはどんどん低くなって机に落書きが始まりますとかねプレミアのつく場所もスステータスが高いです、ね、えー、世界遺産とか金色の椅子とか金色じゃない金の黄金の椅子とか有名人の住んでいた町とか上座というのもステータスが高い場所ですね。 その場所の名前が重要なんですあなたが知らない場所の時その場所でどうしていいかわからない時あなたは場所よりもステータスが低いと思われますあ、どうしようこんなところ入ってきちゃったら何これという時うわー綺麗なところに来たなーなーここどこ綺麗であれ怖いところであれそれを知らない時にあなたのステータスは場所よりも低いと言えます そしてプレミアがつく場所はいつでもステータスが高いです国会、えー、議事堂の中とかセントポール大聖堂とかそういうところに行くとそこのステータスはとても高いですそのステータス高いステータスの中にいることによって自分も高いステータスを味わうことがありますねしかしそれを知らなければその ステータスが上がったり下がったりということはあまりないとも言えます。えっ、ー、とごめんなさい。知らない場所は高いものに関して、ものに関して、えー、知らなければ高くならないというのがあります。もののステータスをちょっと考えてみましょう。場所のステータスでもそれはありますよね。あのなんか小汚い通りだなと思って歩いてるとあの有名なロックミュージシャンが出 ここでよくライブやってたとかって聞くと、その人そのロックミュージシャンが好きな場合は、え、本当そうなんだこの辺歩いたんだとかって思って、突然その小木たねと思ってたのが高くなります。ね、そうそんな感じです。もののステータスの話に行きましょう。自分にとって大事なものはステータスが高い。飽きるとステータスはそのもののステータスは低くなります。何でもない小石が一個あって。 親にはゴミに見える。でもその子供には宝物かもしれません。同じ石ころなのに親にとってはこの石ころのステータスは低く、子供にとってはこの石ころのステータスは高い。子供が成長すると、俺なんでこんな石ころ集めてたんだっけ？ポイッ、<laughs> 低くなってしまいました。誰かがそれを拾い上げて、それにあらこれは珍しい。これはもしかしたら化石ではありませんか？みたいな。 そのものに名前を見出すとそのステータスはまた上がりますステータスはどんなものにも見出すことができますしかも動くことがわかりましたねこの石はもしかしたらとっても素晴らしい世紀の大発見で今はもう誰の手にも届かないビームに囲まれた博物館の中に鎮座増しましているかもしれないです石には何の責任もないのに そのもののステータスは受け取る側の私たちによって私たちがそれを知っているか好きかどうかで変わっていきます日常でどんなふうにステータスを使っているかちょっと考えてみたいと思います日常で私たちはステータスバランスを取ろうとして暮らしています一般の社会ではステータスの特に日本ではバランスを取ろうとしています 高くなっちゃったと思ったら低くなります「えそんなことないよ」みたいなね低くなりすぎたらあでも私だってね高くなろうとしますバランスが取れるようにしているのでドラマは起きません要するに波風立たないわけですよ。ね波風立たない日常を作ろうとしているので日常では大したドラマは起きないの。それを 高いステータスを奪い合おうとするとドラマの度合いが高まります低くなりすぎた人がなんで私そんなこと言われなくちゃいけないのっって言って言グワーンと高くなろうとして相手の高いステータスをガって奪おうとするとドラマが生まれます高いステータスを奪うので高いステータスの人は高いところにしがみつこうとしましています低いステータスの人がそこへ行こうと思ってこうなる高い人はそれを蹴落とそうと思って頑張るこれがドラマ ですよね喧嘩ね、どっちが勝つかでしょつまりどっちが高いステータスを奪うかっていうわけです相手が高いと引きずり下ろしたくなる奪われてはなるものかと相手と葛藤するその葛藤がドラマになるわけです私たち俳優たちあるいは演劇人はそのように普段は起き得ないでしょうっていうようなところにある人がある瞬間こだわっちゃう のでそこでワーっていうふうにドラマがスタートしていくんですね日常生活ではバランスを取ろうとしてシーソーの上に乗っています日常会話のステータスシーソーを少し具体的に見てみましょう変化を見てみます簡単に言うとあなた綺麗ね高いステータスを上げたそんなことないわよ 高いステータスから低いいスステータスに降りてきたっていうこの会会話話ですね日常会話俺昨日うなぎを食ってさなんかカジュアルに話をしようつまりカジュアルにですから自分を低いステータス中間ステータスのまんまあのー、会話をしようと思ったんですが「うなぎ食ってさ」って言った瞬間に自分のステータスがヒュッて上がってしまいます。相手は 皮肉な口調で「あそりゃあ金持ちだな」っていうことで相手のステータスを下げますこれ皮肉口調にしなければ相手のステータスを上げたまま「そりゃあ金持ちだね」相手のステータスをさらに上げることになりますが皮肉口調だで相手は自分のステータスが上がっちゃったことに気が付いて「 慌ててそして相手にこう下げられたことに気が付いてあそ「そんなことないよ3年ぶりくらいだぜ」って言って自自分分のスステータスを自分で下げましたうなぎ食ってさ「へえ金持ちだな」「いよいよそんなことないよ3年ぶりぐらいだよ」みたいなこういうふうにステータスバランスがステータスシーソーがあるんですね。もう一つの例は あなた本当に綺麗ね。ステータスを上げました。あ、そんなことないわよ。こっちの目が微妙に上がりすぎなの、自分のステータスを下げます。私なんて両方とも上がりすぎよ。自分のステータスを下げています。こっちの人はね。相手は上げた。no no 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 no。こういう感じ。下げ下げ下げ。非常に日本的でいいですね。これね。それから、うん。これも面白いです。 何食べる相手に決定権を与えることで相手を上げているんですへーと思いますでしょうこんなことにも私たちはステータスシーソーを使っているんです何食べる何でもいいよ決定権を相手に返すことで上げられた自分を下げていますじゃあサンドイッチくらいでいいかくらいでいいかまたはサンドイッチ 低いステータスの食事を持ち出すことで、自分のステータスを下げています。全然 OK。相手がステータスを下げていることを認識して、そこから救い出してあげるために、相手を持ち上げます。全然 OK だよ。いいじゃん、サンドイッチですよね。これにサンドイッチ大好きなどを付け加えると、相手をさらに上げることになります。 これは何食べる何でもいいよ。じゃあサンドイッチくらいでいっか。あ、全然 OK。サンドイッチ大好き。こういう感じ。皆さん会話でこれを使ってることわかりますかこれすっごく私たちが普段やってる会話ですよね。あのバランスを取ろうとしています。しかも私たちはこれを嫌味とか頭で 考えながらとかではない。もう身についているものです。私たちは普通にステータスバランスを取ろうと思って、日常をま波風立てずに暮らそうとしているんですね。そして相手に気持ち良い思いをさせてあげようとして暮らしています。なので、サンドイッチ全然オッケー。サンドイッチ大好きって言いながら相手と気持ちよく。 会話を続け、相手と相手にもこの人といると気持ちがいいやって思ってもらうことでその人とうまく生きながら暮らしを続けているんですね。これがステータスの奪い合いになるとドラマになります。同じ会話でも何食べる？相手に口調では相手に決定権をあげてるんだけど。 俺だって決めたいよみたいな俺には決められねえよ自分は下げている、まあ、相手を上げてるといいでしょうね何でもいいよ相手に決定権を返すことで自分を下げていますだから口調ともちょっと関係ないんです怒ってたりそのステータスが欲しいとかっていう喧嘩パヤックがなってるかもしれないですけれどもやっぱりあのこのこねサンドイッチくらいでいいかって来たときに全然オッケーっていう答えじゃなくてけっ出せとかっていう風になってしまうと 相手のがせっかく下げたステータスをさらに叩きつぶして自分が高いステータスのまんまでいようとするここからドラマ波風が立ち始めますねはい言葉遣いは注意して使いましょうそして印刷された単言葉はあなたの口調や気持ちを代弁するとは限りません言葉を書くときにも気をつけましょう まあね、ステータスバランスステータスシーソーちょっとこれを気にしてしばらく生活してみてくださいステータス。